TCB チャンネルをご覧の皆さん、こんにちは。東京中央美容外科センター院の安本です。今日は二重埋没法の、手術法である、挙筋法と鍵盤法についてご説明いたします。挙筋法というのは、上げる筋肉の方法と書きます。まぶたを上げ下げする筋肉、ここに、埋没をつける方法です。もう一つが鍵盤法という方法がありまして、まぶたの、中にある鍵盤という硬い組織があります。目を閉じた時にこう触れるのは、眼球ではなく、これは眼球を保護している鍵盤という硬い組織です。ここに、直接糸を止めて、二重のラインを作るのが鍵盤法になります。挙筋法、鍵盤法、それぞれにメリット、デメリットがありまして、簡単に言うと、挙筋法は、柔らかいところに止めるので、手術が非常に簡単ですね。ただ筋肉は、非常に柔らかい組織ですので、少し取れやすいとか、あるいは、血流が豊富ですので、内出血しやすくなり腫れやすいというデメリットもあります。あと鍵盤法に関しては、硬い組織に止めますので、一般的に固定力が強く長持ちすると言われております。ただ硬い分、手術は難しくなります。それぞれメリット、デメリット、もうちょっと細かいことはあるので、もし、ご覧いただければ、その患者様に合った、方法、それぞれ当院では挙筋法、鍵盤法どちらも行っておりますので、まずお目元の状態を見させていただいて、どのような方法が、患者様に合っているか、あとそれぞれのメリット、デメリットを詳しくお話しして、患者様にどちらかを選んでいただくという、方針をとっております。二重埋没法をご希望の方は、TCB にぜ